い、じゃあみんな楽しくバーベキューを無事に終えたんですけど、はい、美味しかった、美味しかった、とても幸せでした。お腹いっぱい、ご飯やばかったね。まだまだ終わりじゃないですよ今日は、はい、ということで今から2つのゲームをしていきたいと思います、はいはい、ポイントの獲得数ごとで部屋割りが決まるそうなんですけれども、はいはいはい、決まるんだ。そしてですね、ポイントが低かった3人は明日の朝食を美味しく作っていただくということで、みんなねしっかり頑張っていただいて、ね、やめましょう、はい、そう朝食やめましょう。朝弱いんです、朝やばいね、卵全部落としちゃう辛いよね、そういう、はい、早速ゲームを始めていきたいと思います。はい、はい、第1ゲームはですね、デビュー3周年にちなんで3人まつわるクイズになっています。はい、はい、それでは第1問目、はい、お願いします。はい、みひ、まゆか、だしよ、はい、あー、よ、はい、まあ、はい、リマとまゆか、うわー、そういうことか、リマ強いね、今日調子いいんちゃうよ、本当に朝食作りたくないね、やばいぞ、やだ、みんなの関係やばいよ、わかった、やばいな、
イヤーにやってきたね。嬉しい、ほんとにキャンプファイヤーしたかったし、いいね、みんなでやるのチョイスできたしね、うん、確かに今日はね、マシュマロも用意してるから、うまよ、ちょっと食べながらね、はい、1人1本ずつあります。はい、いいじゃん、どうぞ。一旦ちょっと焼いてみようか。そうだ、緊張する。せーの、はい、みんな焦がさないようにね。今年の冬みんなで過ごすの何回目ガチ、うん、まあ、でも去年の付き合いか、今年さ早い、濃かったから、うん、やばい。なんかパラダイスから始まってココナッツフェスして韓国デビュー準備して、うん、すごい NiziU にとってはすごいいろいろ変わった一年だったなって。どう、今の心情、うん、なんか正直実感が湧かないっていうか、なんていうかその想像がつかないってのは正直なとこではある、うん、ずっとやってた日本での反応もすごく気になるし、うん、韓国での皆さんの反応もすごく気になるし、うん、いやなんか私は、うん、なんか最初はすごい不安が大きくて、うん、どうなんだろうみたいな、すごい新しい挑戦でもあったから、うん、ココナッツフェスも終えてなんか最近の練習とかしてて、なんかこの9人なら本当に大丈夫やなって思ったし、なんか自分たちが楽しめればそれで OK やなって思って、うんうん、本当にこの1年にマジで本当に楽しかったかな、ね、今年尋常じゃないぐらい今年が人生一番早い、うん、早かったね、今年早かった。だってもう1月とかもそこの前やったよ、言うてツアー始まったのも7月あったまじゃん、うん、その時点で半年過ぎてたわけなんか、うんうん、でも多分こうやってさ、ね、来年も再来年も多分一瞬で過ぎ去っていくんやろうなって考えてた、うん、ちょっと寂しくなる、うん、デビューしたってと1年経ってからと2年目まではまだなんかすごく時が早くは感じなかったの、うんうんうん、でも一気に3年目っていう立場になってから、うんうん、急に早い、なんか早すぎて、残りのその時間っていうか1年が終わるまでの時間が早すぎて、なんか自分今年1年何ができたんだろうっていう気持ちになる。皆さんハッピーニューイヤー。そっか、やばいってやばい、めっちゃ気になる、やばいって。まあ、人生楽しむことが大事やなって最近マジで思うわ。死んでやろう。まあここにね、あの私たちが今日やあの思い出たちが、はい、作ったじゃんさっき、ね、それがここにありますけれども、ね、これ本当に可愛いよね。可愛い、可愛い、可愛い、可愛くできたったよ。可愛い、こういうのってさ、ほんまに大事やなってわしは思い出だよね。めっちゃいい子出た。来年もよろしく、バイ。本当に大好き、バイミーヒ。やっぱ2時しか経たなかったの。本当に最高、バイミーヒ。本当に幸せ、バイアヤカ。あーと俺らしかいねえ、バイリオ。一生愛してるぞ、バイみんな。私の人生になってくれてありがとう、バイリマ。ありがとう、バイリマ。むっちゃええやん、シナパに始まってエモ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 やっぱほら、こういうのができちゃうようになった。そうだね、ちょっと余裕ができたよ。わかるんですよ、皆さんが何を求めてるか。こういうものですよね。NiziU の皆さん、こうやってメンバーとの素敵な思い出もたくさんできて、こうやって見てる NiziU の皆さんにとってもすごい楽しい、なんか楽しんでいただけたらいいなってすごく思う一日になりました。すごくメンバーとこうやっている間にゲームとかやったんですけど、その中でもなんか3年目とかいろんな言葉が出てきて、あ、もう3年経つんだって思ったりもするんですけど、まあ、これからも NiziU と一緒に NiziU のペースで世界だったりいろんな場所に連れて行けるように私たちも頑張るので、一緒に皆さんもこれからも体に気をつけて楽しく私たちと一緒についてきてくれたら嬉しいなと思います。今年
年の2023年すごく濃い1年だったし、また新たな挑戦したりとか、また成長した部分とかもあったと思うんですけど、こうやって楽しい思い出で締めくくることができてよかったなって思います。もっと今年2023年よりももっと楽しい思い出をたくさん作れたらなってすごく今日思いました。変わらず私たちの20のままで頑張っていけたらなって思います。なんか本当に3周年っていうのもすごくあっという間ではあったんですけど、なんか考えてみたらすごく長かったなっていう気もしますし、なんか体感的には本当に全然3年も経ってる気はしないんですけど、なんか本当にいろいろなことがあって、なんかコロナで皆さんにお会いできなかったりとか、すごく制限された部分 もちろんあったんですけど、やっとコロナがなくなってきてて、今年だったら皆さんとこう直接お会いできて、直接声も出せるようになったので、20と20のこの絆がさらに深まった年になったんじゃないかなと思います。はい、こんにちは。はい、皆さんこんにちは、ヒーです。 YouTuber かよこの楽曲超 YouTuber っぽくね。はい、20の皆さんにメッセージということで、まあそうですね、2023年はパラダイスから始まりまして、ココナッツフェスだったり、あとは韓国デビュー、プレスプレイ、ハトリス、こんなね、たくさんの活動できたのも全て20の皆さんの応援のおかげだと思うので、すごく感謝をしております。2024年はもっと皆さん違う形でお会いできたらいいなと思います。こんにちは、リマです。まず VJ の皆さん、本当に今年も本当にありがとうございました。アルバムも、セカンドアルバムもリリースさせていただいたりとか、ツアーもできたりとか、スタジアム公演だったりとか、韓国デビューとか、たくさんいろいろあったと思うんですけど、すごくなんか20としても成長できた年だったんじゃないかなと思いますし、20の皆さんとも近くにいる機会が多かったので、すごく楽しかったし、もっと仲良くなれたんじゃないかなと思います。またね、来年も何するか今は想像があんまりつかないんですけど、すごく楽しみにしています。これからも頑張りたいなと思います。みんなおやすみ、ありがとう、じゃりん。はい、皆さん2023年も本当にありがとうございました。今年はツアーもやって、なんかフェスみたいにやったのですごく楽しかったし、ビジュンの声を初めて生で聞けたので、すごく思い出に残ったツアーだったなとも思いますし、韓国でのデビューをして今までになかった活動をたくさんしたんじゃないかなと思って、すごく濃かった1年だったし、すごく幸せな1年になりました。来年もさらに新しい姿をお見せして、これからも頑張る姿をお見せできたらいいなと思います。これからも応援よろしくお願いします。20の皆さん大好きです。はい、20の皆さんこんばんは、20のリオです。好き。はい、今日1日、グランピングに来るところまで、はい、1日メンバーと一緒に過ごしてやってきたんですけど、メンバーとの素敵な思い出が増えてよかったなって思います。自由な時間がすごく今日は楽しかったなって思います。そしてあとはメンバーとキャンプファイヤーをもしたんですけど、個人的にそれもすごくナイスな時間でしたね。はい、すごくいい一日でした。はい、美術の皆さんも一緒にいる人たちと自然を感じて、ちょっと心をヒーリングさせる日を作ってもいいんじゃないかなって思うので、ぜひ皆さんもグランピング来てみてください。こんにちは、20のミアです。今日一日メンバーとたくさん遊んだんですけど、一緒にヒーリングタイムをしてるみたいで、一緒になんか旅行してるみたいで、20のみんなも多分オフの20のみたいな感じで、そういうコンテンツあんまり見たことないんじゃないかなと思うので、またここで私たちの楽しい面を見せてきたらいいなと思って、まあ一緒に見てるみたいな感じで、いつか来て同じ景色を見てくださったら嬉しいなと思ってます。こんばんは。韓国デビューも私たちも緊張してドキドキしてるんですけど、今までこう応援してくださった VJ の皆さんがたくさんいらっしゃるっていうのが心強いので、もうなんか自信持って韓国活動も頑張れるかなってすごく思ってます。なのでもう本当に VJ の皆さんが私たちをこうやって韓国デビューまで導いてくださったと思うので、
一生懸命頑張りたいと思います。今日はありがとうございます。美女の皆さん、また一段とこれから多分もっともっと成長した姿見せるので期待しててください。ありがとうございます。おやすみなさい。バイバイ。日の出を見に来たんですけど、やばい、めっちゃ綺麗。え、バッキュー、すごい、えぐー、見たー、見たことない、やっぱ一気に目覚めた、見て、待って待って待って、ガチで綺麗すぎる、うわやばー、ちょっと感動しすぎてやばいんだけど今これはやばい、ちゃーガチで来て、綺麗です。皆さんほら、顔赤くなるもん、ちょっとガチで綺麗、これはやばい、横一列で見てます、やばいです。リオちゃんやばいです、やばいです、やばいピオ、やばいピオですか、やばいピオです。いや一応ね、皆さんにもお見せします。ここ絶対使ってほしい、なんかでも夕方みたい、朝じゃなくて、すごい。そうですね、2023年、もういろいろね、まあ韓国デビューだったり、ネマトスタジアムやったり、またすごい新しいことをたくさんできつつも、みんなの成長を生で感じることができ、そして昨日と今日でまたさらにね、あの私たちで夢だった一緒にキュウリで初めてお風呂に入りました、最優勝で、ね、そういう夢も叶えて、はい、どんどん叶ってみんなとの絆が
足りるよね、みんな食べるかな。美味しそう。美味しそう。じゃあ、ガルガルさん、ね、せーの、いただきます。卵いただくね。食べついちゃっていい、これ。もう一枚一枚っていいんじゃない、まあ、絶対作ろうと思って。でもさ、リク何回も言おうさ、いただきちょっと作ってなって言おうとしてて、メープル言ってなかったっけ。言ってない、スーパーでは言ってない、うん、なんかパクパク、うん、うまこれ。うん、これあれやん、焼いてないやつやん。さあ、それは焼いてない、テクニックっぽく。うん、マイカこれ地味に美味しい。あ、これが塩コショウ。めっちゃ美味しい、これ。うん、感じ。さっきのは何や、夢か。素晴らしい。美味しかったな、マジで美味しい。今こうやってね、美味しい朝食もいただいて、うん、こうやって改めてこの2日間、すごい濃い2日間で、なんかみんなとできてなかったこともできたし、うん、改めて3年目だなっていうすごい実感も湧いて、うん、2024年も20と20と一緒に頑張っていきたいなって改めて思った2日間です、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。んでね、まあカメラの前では映ってない時も、うん、あのみんなでちょっとお泊り感覚でまた、ね、あのいつもね宿舎で過ごしてはいるけど、うん、やっぱこういう場所でみんなで集まって夜遅くまで一緒にお菓子食べながらキャッキャして、結構昨日めちゃめちゃ女子会みたいな感じで結構楽しかったし、本当にめっちゃ幸せな一泊二日だったなって思います。2024年の時もまたいろんなこういう思い出をたくさん作れたらなって思います、うん、ね、今回は本当に虹にとっても最高の一泊二日になりました。それでは皆さん、今年もよろしくお願いします。お願いします。またね。またね。